ですけども、まあ、このように、本省の人事課も関与していて、斡旋をしていたことを、まあ、組織的だというふうに定義づけるとすれば、まあ、今回の事案は皆さんの認識では組織的なものだったのでしょうか。それぞれ、前川事務次官から、そして、人事課長でございました、小松参考人、常盤参考人、関参考人、中岡参考人、白井参考人、藤原参考人、藤江参考人、豊岡参考人まで、簡潔に組織的だったか、それとも個人的なものだったか、お答えをいただきたいと思います。前川参考人。全然まず今回の文部科学省におきます再就職規制違反およびその隠蔽に関する事案につきましては、事務方のトップである事務次官の職にあったものといたしまして、責任を痛感しているところでございます。またこのことに関しまして、国民の皆様の文部科学省ひいては政府に対する信頼を大きく損ねたということにつきましても深くお詫び申し上げる次第でございます。お尋ねの特定の OB による再就職斡旋の活動についてでございますけれども、まあ、これにつきましては再就職監視委員会から組織的な斡旋についての枠組みが存在したと、まあ、これについて文部科学省の人事課が深く関与していたと、まあ、そういう事実認定されているところでございまして、そのまま私どもとしては事実として受け止める必要があるというふうに考えております。小松参考人。お答えいたします。冒頭に、この度の再就職規制違反をめぐる問題等によりまして、文教行政あるいは国民の皆様方の行政一般に対する信頼を著しく損ねましたことにつきまして深くお詫びを申し上げたいと存じます。私は平成19年7月から平成21年7月まで人事課長の職にございました。お尋ねの法改正につきましては約半年ほどが私の最初の部分として、法改正の最初の部分として私の在任の時でございます。この時点におきましては旧法から新法に著しく変わったということがございまして、人事課としては職員の再就職支援に関わることは全くできなくなったものというふうに認識をしておりましたので、そのような組織的な形で関わりがあってそうした活動が行われるという認識はございませんでした。常盤参考人。お答えを申し上げます。私は平成21年の7月から1年間人事課長でございました。人事課長当時のことについての現在の私の認識ということでございますが、私としては当時から斡旋の仕組みが組織的だったという認識はございません。ただ今回こうした重大な結果を招いたことを受けまして、結果としてこうした事態に立ち至ることのないように当初の段階での人事課長としての私がしっかりと指導監督すべきだったという大きな反省がございます。申し訳ございません。関参考人。私は平成22年7月30日から平成24年1月5日まで人事課長として在任いたしました。この度再就職規制に関する問題で国民の皆様の信頼を損ねることとなり、人事を担当した者として深くお詫び申し上げます。人事課 OB の島貫氏が法人等からの相談を受けたり、文部科学省 OB や退職予定者の再就職の相談紹介をしているということは承知をしておりました。再就職の規制によりまして現役の職員は斡旋行為をできないので、人事課の経験のある OB が自発的に人脈や経験を生かして相談紹介をされているものと受け止めていました。調査官が時々
島貫氏と打ち合わせをしていることがあったことは認識をしておりましたが、調査官や任用計画官が島貫氏との間で具体的にどのようなやり取りをしたのか、資料の情報の提供を含め承知をしておりません。また調査官から時々退職予定者や文部科学省 OB の再就職に関する情報を整理した資料につきまして報告説明を受けました。その資料は調査官がさまざまに把握している情報を整理したものでございまして、その中には島貫氏から聞いた情報も含まれているものと認識しておりました。この資料につきましては事務次官にも適宜報告説明をしておりました。その時点の動向に関する情報として情報共有ということでございまして、承認とか調整という意識はございませんでした。当時斡旋行為は OB である島貫氏が行っており、現役の職員が行うものではなく再就職規制に触れるものではないと考えており、違法という認識はございませんでした。昨日公表されました調査班の事実との整理によりますと、私が人事課長であったときには島貫氏からの依頼に応じて資料を提供していたことになります。このような情報のやり取りがその後の時間の経過の中で積み重なることによりまして、人事課の関与も増え、この度の再就職等監視委員会の指摘を受けるような事態につながっていったことにつきまして、人事課長の職にあったものといたしまして責任を痛感し反省しております。中岡参考人。この度文部科学省における再就職に関します国家公務員法違反行為等につきましては、国民の皆様の文部科学行政に対する信頼を損ねましたこと、心よりお詫び申し上げます。私は平成24年1月6日から25年7月7日まで人事 課長の職に就いておりました。私の先ほどのお尋ねの認識でございますけれども、特定の OP がですね、そういった再就職の世話をしているという認識はございましたけれども、そういったことに対しまして、人事課職員が資料を提供して、組織的に斡旋が行われていたというような認識はございません。しかしながら、その過程におきまして、私が人事課長の職にあったということでございますので、こういったことが実際、私が認識できずに、反省をし、責任を痛感しているところでございます。白衣参考人。お答え申し上げます。私は平成25年7月から1年間人事課長の職にございました。再就職 OB の再就職につきまして、特定の会 OB を介して行っていたということは承知しておりました。こうした特定 OB を介した再就職の斡旋行為は、客観的に見れば組織的な法の先達行為であるというご指摘を受けているわけでございますが、私はその通りというふうに認識しておりまして、当時の人事課長として深く反省自戒しているところでございます。藤原参考人。まずはじめに、この度の再就職の斡旋に関連いたしまして、国民の皆様の信頼を大きく損なう結果となりましたこと、心よりお詫びを申し上げたいと存じます。この再就職の仕組みが組織的であったかどうかというお尋ねでございますけれども、私は平成26年の7月から平成27年の8月まで1年余りの間人事課長の職にあったわけでございます。私が着任をしたときには、仕組みといたしまして、基本的に島貫当時文教フォーラム代表という職でございましたけれども、その島貫代表のところに情報が集められ、そして島貫氏から私の部下である調査官に情報が伝達され、また調査官から課長と次官に情報が提供されるといったような体制であったと思っております。こうした状況は客観的に見れば組織的なものであったというふうに認識をしており、大変申し訳なく思っている次第でございます。藤
藤江参考人。まずはこの度のことで大変国民の皆様方の信頼を損ねたこと、本当に人事課長の職にあったものとして心よりお詫び申し上げます。私は平成27年8月から28年6月まで人事課長の職にございました。特定 OB が OB の相談に乗りつつ再就職の調整斡旋を行っていたという状況は知っております。私のおりました時期におきましては、その特定 OB に対して退職予定者に対関する詳細な情報等が伝達されたり、あるいはその状況について私の方に報告があったりということでございまして、監視委員会からの指摘にもございますように、先達組織的あるいは先達的な斡旋行為だったという指摘を受けておりますことを大変反省しております。豊岡参考人。私は昨年の6月21日から今年の1月19日まで文部科学省大臣官房人事課長の職にございました。文部科学省人事課は法が定める再就職等規制違反を先達する目的をもって当該枠組みを構築して運用していたという再就職等監視委員会の調査結果報告をそのまままた重く受け止めますとともに、この問題によりまして国民の皆様にの信頼を損ねることになり、人事課長を務めておりましたものとして誠に申し訳なくお詫びを申し上げたいと思います。お尋ねの組織的かということに関してでございます。私も島貫氏など特定 OB が退職者の再就職の支援あるいは斡旋といったことを行っておられたことは承知をしておりました。OB の世界の中で調整が行われていたというふうに認識をしておったわけでございますけれども、今般その再就職と監視委員会等のからのご指摘もございましたけれども、人事課職員が特定 OB にさまざまな人事情報を提供していたということにつきましては、今般の再就職等監視委員会の調査が進展する中で承知をいたしました。牧原君。以上、歴代の人事課長の話を伺っておりますと、関さんの頃から、次の中岡さんはちょっと分からなかったというふうにおっしゃっておりましたけれども、ずっとこのようなことが徐々に片付けられていたということでございまして、まさに組織ぐるみだったというご認識がかなりあったということでございます。この時代、振り返ると当時は民主党政権高木義明さんの時代からずっと続いてきたということでございまして、やはり非常に根が深い、政権交代前からのことで非常に根が深いということでございます。昨日の公表資料の中で、組織的な文書で、今朝も報道がたくさんございます、文書が明らかになりました。これ平成25年の9月11日付の、再就職支援業務ということで、ここで島貫さんに、週何日かで、保険会社の顧問になっていただく、そして家賃等は文教協会が負担をしたりというようなことが、枠組みが決められております。これの時に人事課長であったのが白井さんでございましたが、改めてこれ誰が作ったものなのか、そしてこれはどこまで報告が上にされてたものなのか、白井参考人にお聞きします。白井参考人。お答えいたします。この昨日公表されました25年9月11日の文書でございます。この内容につきましては、私も報告を受け、人事課職員から相談されたという記憶がございます。この文書であったかどうかというのは記憶が定かでございませんが、こうしたことの内容につきましては、
報告を受けたということでございます。で、おそらくこの文書の作成につきましては、人事課の職員が作ったものというふうに考えておりますが、その中身につきましては島の木さんと人事課の職員が相談しながらこうしたことを考え私に報告し、そして私かあるいは当時の調査官、人事課の調査官から当時の次官にもこうした内容のポイントについては報告したものと記憶しております。はい、牧原君。今の大変重要なことでございまして、こうしたもうかなり一般国民から見ればもうびっくり仰天のひどい内容のものが、事務次官まで報告をされたということですから、これほど組織的なことはないということでございます。島貫さんにお聞きしますけれども、島貫参考人は、まさにこうした裏の人事課長とも言うべき OB 斡旋の中心だというふうに認定をされておりますけれども、これは事実でしょうか。島貫参考人。はじめに、この度、監視委員会、から組織的というご指摘を受けるに至りましたこと、関わった者の一人として大変申し訳なく思っております。私としては民間人の立場で、許される範囲のものと考えまして、人助け、という思いで、行ってきたところでございますが、この度の監視委員会のご報告を受け止めまして、組織的な関与が指摘されるということ、この点で、私自身の認識不足ということを恥じてもおります、悔いてもございます。今、お尋ねございました件について、直接の答えになっているかどうか恐縮でございますが、私自身、こういう斡旋といいましょうか、私の意識としては、再就職のご紹介というか、そういうことだったわけでありますけれども、当時私が国家公務員を退職した時期というのは平成21年でございました。この時期というのは新しい制度が、規制に関する新しい制度がスタートして間もないという頃でもございました。そういう中で文科省の人々にとっても、大変、これからどうなるのかという、ある意味、戸惑いを感じておられたであろうことは、私なりに察しておりました。そして何より、これから退職を迎えるであろう職員にとっても、不安の中にあったであろうというようなことも考えておりました。ただ、私自身は、何ら、術を持つ立場でもございませんでしたので、当時私の記憶で言いますと、例えば再就職のための官民交流センターのような組織が活用されていくのかなとか、あるいは先輩がいろいろ相談に乗っていくということもあるのかなと、そういう漠然としたイメージがございました。そういう中で私がもし何か後輩から相談を受けるようなことがあれば、あるいはお役に立つことができるのかもしれないなというような、そういう思いで当時はございました。でまさに手探りの状態だったんだろうと私は記憶してございます。その後、その後、時間の経過によりまして、口コミと申し上げましょうか、いくつかその再就職に関する情報や、あるいは個別にご相談なんかが増えてきたなという感じも事実として受け止めてございます。そういう中で私がそういうお世話をする、そういう立場というか、そういう私の思いでやってきたことが、この度監視委員会から組織的とこういうご指摘を受けるに至ったわけでございまして、そのことにつきましては申し上げましたように、改めてお詫びを申し上げたいと、こういう具合に考えております。以上でございます。牧原君。